武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は秋田大学の物理の勉強について話していきたいと思います。物理ですが、国際資源と理工学部に関しては、大問4題で60分、そして教育文化学部は、大問4題で90分という形になっております。問題の難易度はそれほどどちらの学部、に関しても大差ありませんので、まあ、国際資源理工の、問題がちょっと時間が厳しいという形になっております。で、大問の構成に関しては、国際資源と理工に関しては、大問4が選択となっており、まあ、熱力学と原子の選択、という形になっております。なので、まあ、原子を、避けることも可能です。で、教育文化に関しては大問4が、総合問題という形になっており、こちらは、原子も、出てくる、ので、まあ、融合という形になりますので、まあ、全範囲やっておいた方がいいでしょう。ただ、これに関してはセンターレベルのものが対応できれば十分解ききれる問題だと思いますので、まあ、それさほど問題にはならないかとは思います。で、問題の難易度は全体的に標準問題、基礎問題のものが多いので、まあ、学校で配られるような問題集、セミナーや、もしくはリードライトノートなど、一冊仕上げておけば十分対応できるでしょう。ただ、まあ、全部完答したい、また特に、国際資源理工学部で、時間に押されるという場合にはマーチレベルの参考書、まあ、あるいは計算問題集、などですね、を、まあ、物理計算、の考え方解き方、など、追加してやっておくと、いいかとは思います。で、答えだけ書けばいい、形式なので、まあ、計算ミスさえしなければちゃんと、解きれば点数にはなりますので、まあ、記述論述の対策などは特にする必要はありません。基本的には、まあ、問題を解けるように、いろんな問題に触れて、全ての問題を回答できるように練習を心がけておきましょう。以上が物理の勉強となります。